日本東京都渋谷区代々木代々木公園代々木は、東京都渋谷区の北部にある町名。代々木1丁目から代々木5丁目までがある。郵便番号は151-0053。代々木駅や代々木公園を含む地域の繁栄地名。市のほか、元代々木町や代々木上園町、さらには、代々木上原地区までが該当しうる。1889年まで存在した、代々木村。 2の地域におおむね合致する。歴史的な地名としての代々木とは、旧代々木村一帯のことである。すなわち、東は、明治神宮、西は、大仙町、北は、甲州街道、南は、富ヶ谷や上原に囲まれた地域が該当する。代々木郵便局や、代々木上原駅、代々木八幡宮などがあり、現代でもこれら地域全体が、代々木として認識されることが多い。 1906年に開業した代々木駅は旧代々木村ではなく旧仙田ヶ谷村の区域にあるが、開業当時旧代々木村の町域には路線、駅がなかったことから、代々木駅と名付けられた経緯がある。代々木の由来は、諸説あるが、明治神宮の御苑東門の近くに、もみの大木が代々あったことからとされている。大木は高さ54メートル、幹の周囲は11メートルと推定され、 江戸時代から旅人の目印として有名な大木だったが、明治中期に枯れ、1945年5月の空襲で米軍機が木の上に墜落し消失した。代々木村の名は古く戦国時代の書状にも認められ、江戸時代には大名、旗本の屋敷地があった。1878年、軍区町村編成法施行により、代々木村は南豊島郡に属した。 1889年市政町村制の施行により、代々木村は旗ヶ谷村と合併、代々旗村となる。1896年、これら渋谷三村は、南都島軍が東多摩軍と合併して誕生した豊多摩軍に引き継がれた。1915年、代々旗村は前日の渋谷三村の中で最後に調整を施行した。1932年、 代々畑町は渋谷町、千長谷町と合併、東京市渋谷区となった。渋谷区は1943年の東京都政への移行、1947年の東京23区への再編においても区域は変わらず現在に至っている。現行の町定区分に基づく各地区の様子は次の通りである。代々木1丁目、2丁目のビル群代々木駅があり、 駅前には飲食店や事務所などが入居する雑居ビルが多い。代々木ゼミナールはかつて本部校を含めて多くの建物をこの地に有していたが、2008年に新本部が完成した後には1丁目の建物や機能は大幅に移転、縮小された。住居表示実施以前には代々木駅から南西に向かって駄田谷5丁目、駄田谷4丁目、 代々木山野町という町域になっていた。北部は新宿駅南口に近くオフィスや商業施設が多くを占める。1990年代中盤以降、JR 東日本本社ビル、新宿マインズタワー、小田急サザンタワーなどの超高層ビルが次々に完成した。住居表示実施以前には町域の大半が千長谷五丁目に含まれていた。 1989年完成の大東京火災新宿ビル、代々木三丁目住宅街が大半を占め、北より、甲州街道沿いには文化服装学院や文化女子大学がある。住居表示実施以前には、町域の大半が代々木三野町であった。代々木五丁目の住宅地、明治神宮や代々木公園に隣接し、西山道と小田急線、山手通りに囲まれた町域である。 地形は、起伏に富んでおり、高台部分を中心に、住宅街が形成されている。また、各国の大使館も点在する。現在は暗渠化されているがここに川骨川という、小川が南北を貫き、西原から流れてくる宇田川と代々木八幡付近で、渋谷の宮下公園付近で渋谷川と合流して、東京湾に注いでいた。昭和、春の小川は、この、 川骨川を見て作詞されたとされており、記念碑が建てられている。住居表示実施以前には、4丁目の大部分は代々木山野町、5丁目の大部分は代々木発大町の町域に含まれていた。明治神宮と代々木公園の所在地の町名である。面積は120万平方メートル以上に及ぶが、神社、公園以外の建物や居住者はごくわずかである。山手通りと、 西三道通り、小田急線線路との間の丘陵に位置する住宅地である。一般に、代々木上原とくくられる住宅地である。富ヶ谷も含め、隣接する渋谷区、目黒区、世田谷区の住宅地へと続く。かつて付近には、紀州徳川家の徳川寄道公爵の屋敷があり、昭和初期には、徳川山の名で、分譲開発された。上原、西原、 大戦には戦後、アメリカ軍関係者の邸宅と思われるプールや、テニスコートがあり広い芝生の庭付き住宅が、点在した。昔の写真によると、この辺りは、牧場が広がっていたらしい。明治神宮の、代々木、江戸名所図絵などによると、現在の明治神宮境内の御苑東門近くに、代々もみの巨木があり、代々大きな木があったという意味でこのように、 呼ばれるようになったとされる。二代目、歌川広重も絵本江戸土産に、代々木村の代々木を描いている。この木は幕末には、品川沖の外国船の偵察に利用されたと言われている。その後起こしし、さらに、太平洋戦争末期の1945年5月、アメリカ軍による空襲の際、放射砲で撃墜された B-29 が直撃し消失した。 消失前の1920年頃に撮影された写真が発見され、2017年6月10日から、白劇年渋谷区郷土博物館、文学館で公開される予定である。現在、その御園東門近くには、もみの大木と共に次のような縦札が掲げられている。代々木この地には、昔から代々もみの大木が、育ち、代々木という地名が生まれました。 この前の名木、代々木は昭和20年5月の戦火で惜しくも消失しましたのでその後ショック継いだものであります。また別の説として、この地で代々旧佐屋を栽培していたからとも言われる。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。代々木八万宮名を 代々木郵便局は渋谷区西原にあり、昔の代々木本町に近い。また、代々木警察署は現在は代々木地域外の渋谷区本町にあるが、かつては甲州街道南側の代々木地域内にあったものが、1953年に甲州街道を渡って北側の現在地に移転したものである。ありがとうございます。